カビバラかわいいね。カビバラは世界最大のネズミの仲間南アメリカに住んでいるよ主に水辺に住んでいて草や葉っぱ樹皮や果物を食べるよ主に群れで生活をしているところでこのゆるキャラのカビバラ実は住んでいる環境はゆるふわのそれどころじゃない水辺にはワニ 陸上にはジャガイやアナコンダ空にはコンドルカビバラを狙っている動物がたくさんいるカビバラだってのんびりに見えても実は走るのも得意時速50キロで逃げちゃうし泳ぐのだって得意なんだ今日も見てくれてありがとうまたねー